今日は手ブナンの定理について解説いたします。例えばこんな面倒くさい回路がありました。でそこに流れてる電流、例えばここに流れる電流何アンペアかと調べたいときに手ブナンの定理を使うと簡単にいけますと、まあ、つまりは複雑な回路で流れる電流を簡単に求める方法と解釈してよろしいのではないかと思いますね。でもまあ言うほど簡単でもないんですけどね。はい、まあとりあえずは解説いきます。とりあえず手ブナンの定理の大まかな順序をね解説いたします。まず1番目が抵抗 R を外すね。抵抗 R というところに電流流れていた場合、その抵抗をまず外します。そしてそこの電位差 VAB を求める。電圧源を短絡し残りの合成抵抗を求める。でさっき外した抵抗 R をくっつけて電流を求めるとね。まあ大まかに言ってこんな順番です。ではまず簡単な回路でね解説をしていきます。例えばこの回路でですね、ここの18オームのところに i アンペアが流れているとして、ここは何アンペアかを調べるとする。まず最初にやるのはね、抵抗 R を外す、つまりこの18オームのところを外します。2番、そこの電位差 VAB を求める。そこの電位差ってどこかというと、はい、この AB 間の電位差ですね。これさっき抵抗くっついてたところね、それを外した時の間の電位差のことを言ってます。でね、ちょっと注意してほしいのが、この矢印の向きなんですけども、これは電流の向きではありませんので注意してください。矢印のね、先っぽが電位が高いと、後ろ側が低いと判断してくださいね。こっちに電池ありますよね。電池の上がプラスだから、こっちが電位高い、マイナス側は電位低いね、そういう関係ね。ではこっちのマイナス側は 0V と考えて、じゃあこっちの上側ね、ここ何 V かというのをちょっと考えます。ここのね回路だけで考えます。なんでこう電池くっつかってて、この回路直列の回路になってますね。並列と考えないでくださいね。こっちの AB は今のところは無視しといてください。この青で囲った部分だけで考える。だからこれは直列回路です。ではここの電位ですね。何ボルトか考えます。計算しますと、VAB は、はい、この抵抗を全部合わせると 20+30Ω、ね、50Ω なんですけども、そしてそのうちここ30Ω なんで、50分の30、そして100かければ60と、ここの電位は 60V と分かりました。3番、電圧源短絡し残りの合成抵抗を求める。電圧源というのはこの 100V の電池のことを言ってます。これを短絡します。はい、このような状態です。短絡というのは導線でつないでしまうことを短絡って言います。ね、解放と勘違いしないようにしてください。解放ってのはね、もう完全に取り去って導線つないでない状態が解放ですから、つなぎ合わせた状態が短絡です。そして残りの合成抵抗を求める。その合成抵抗というのは、この接点 AB から左側を見た時の合成抵抗です。これね、ちょっと分かりづらいと思うんで、こう考えてください。A から電流流して B に電流返ってくるというふうにした場合に、合成抵抗はどうなるかを考えます。つまりこの場合だったら、並列接続とみなして計算すればいいと。さっきね、こっちの回路でね、直列つなぎと考えて計算しましたよね。だからそっちとね、区別はっきりさせてください。私もこれ勉強し始めた時にね、そこの区別がつかなくて計算はなくてね、かなり苦労したっていう覚えありますんでね、そこ注意しましょう。はい。じゃあそうすると、20オーム、30オームってありますけども、ここで合成抵抗を求める。そうすると、20+30×20。和分の積でもう一発で、求めることができる。12オームですね。というわけで、左側の回路はこのようにね、簡略化されました。そして4番。R くっつけて電流を求める。ね、さっき取り外した抵抗をくっつけます。はい、このような状態です。あとはもう簡単。オームの法則にのっとって計算すればいいだけ。I イコール R 分の V ですので、R、ね、つまり抵抗、12足す18足して V、60V。これ計算すれば、はい、2と出ました。答えは、2A、ここに流れるということになります。では少しレベル上げた問題やってみます。はい、この問題はですね、理論の平成25年の問題、問い5をですね、ちょっと改変した問題です。この赤で囲ったところね、ここに電流何アンペア流れるかを考えます。まず1番、ね、抵抗を外すんだよね。はい、じゃあ外します。外しました。2番、そこの電位差 VAB を求める。ではまずですね、はい、ここの点 A について考えてみます。この左側の回路だけで考えます。ちょっと右側は無視です。ここの回路だけで考える。ね、電流がこんな感じで右回りで流れていると考えます。そうすると、まあこっちね、電池見ると下側が
マイナスだからここ電位ゼロと考えます。じゃあこの A の部分の電位はいくつかというと計算すればいいとね、 VA イコール、はい、これ全体で40たす40ですよね。でここが40オムということで40プラス40分の40、そして60ボルトかければ答えが出るということで、ここは30ボルトになる。では次に右側を考えてみます。はい、この点 B における電位を考えます。こちらはですね、この回路だけで考える。こっちに電池ありますんで、電流の向きはこういうね、左回りで流れているものと考えます。電位はこの部分0ボルトです。なんでかっていうと、こっちの電池見ますと下側がマイナス極です。なのでこちらは0ボルトと考える、ね、こっちがプラス側。じゃあそうすると VB は何ボルトかと、この電位はこれ回路全体の抵抗は60たす60、120オームで、こっちが0ボルトですので、ここ60オームですよね。だから120分の60に80ボルトかけて答えは40ということで、はい、ここの電位は40ボルトということになる。ということはですね、この AB 間の電位差はいくつかというと、こっち40でこっち30だから引き算すればいい。40-30 で10と。この電位差は10ボルトです。こう10ボルト。ね、この矢印の向きね、電流の向きじゃないんで注意してください。電流逆ですからね。これは電流の向きではなくて、こっちの方が10ボルト高いよと、うん。こっちは低いよと。そういう意味で書いてます。もし電流流れるんだったら逆です。電流流れるとしたら、これはこういう向きに流れますんで、ちょっと注意してくださいね。では3番。電圧源短絡し。はい。電圧源。この電池ね、短絡します。はい。こうなります。ね。短絡というのは導線を綱に合わせることです。導線切っちゃうことではないんで注意してください。そして残りの合成抵抗を求めるんですが、この上側から見た合成抵抗です。これは、まあ、例えるならこういうことね。こっちの左側から電流流して、こっちの右側から電流が返ってくる。こういう状態ですね。この時の合成抵抗を求める。はい。ではそうしますとですね、まずここの40オーム、40オームってありますね。ここは並列綱にの状態と考える。ということは、はい、ここを合成しますと、40たす40分の 40×40 ね。和分の積で、はい、ここを合成すると20オームとなる。では次。じゃあこっちの右側は、はい、こっちもね、電流こう流れてきました。こう行くわけですから、ね、こっちも並列綱にと考える。ということは、和分の積、60たす60分の 60×60 で、イコール30です。こちらは合成すると30オーム。そして、これとこれをね、綱に合わせる。足せばいいだけ。50オームになる。結果的にですね、このような簡略化された回路になると。電源は10ボルトで、抵抗50オーム。先ほど取り外した抵抗をくっつけます。はい、くっつけました。10オームになった。あとはもう簡単。オームの法則にのっとって計算すればいい。I イコール R 分の V。R はね、10たす50で60オーム。そして、電圧は10ボルト。ということで答えは、まあ6分の1をね、まあ割り算して1割6、0.16666 と、ね、まあ循環小数になるね、0.16 アンペアとなります。今日のまとめです。テブナンの定理、複雑な回路で流れる電流を簡単に求める方法。以下の手順でやれば、テブナンの定理簡単に使えます。で、先ほども申し上げたんですが、ちょっと注意してほしいのがこれね、電位差 VAB 求めるパターンと、残りの合成抵抗を求めるパターンで、見方を間違えるとですね、直列で見るべきところを並列で見てしまったり、逆に並列で見るべきところを直列で見てしまってね、計算間違うなってことね、ありますんで、そこ注意してくださいね。私もね、電検勉強したばかりの時ですね、そこで迷ってしまってね、なんで計算合わないんだろうってね、ものすごく迷った経験がありますね。そこのね、区別を注意していけば、このテブナンの定理はね、十分活用できますんでね。はい、では今日はこの辺で終わりにいたします。この動画がお役に立てましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。